北朝鮮の核問題をめぐる6カ国協議の議長を務める中国の武大尉朝鮮半島問題特別代表が2日午後、空路北朝鮮の平壌に到着しました。北朝鮮側と核問題について議論するものとみられます。武特別代表は北朝鮮が1月6日に4回目の核実験を実施した後、日本とアメリカ、韓国の高官と相次いで会談し、国連安全保障理事会の制裁決議などについて話し合った中国の高官です。1月6日の核実験後、中国高官が北朝鮮を訪れるのは初めてで、関係国との協議を踏まえ北朝鮮側と核問題について議論するものとみられます。